はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明です。今日はね、ミライトワ君とソメイティちゃん仕上がりました。これから塗装編の方、どうぞ。はい、始まりました。始まりました。今日はね、塗装編ということで、まずね、全部バラして、で後ろにどんどん串刺しになってってんじゃん、うん、この前も言ったけどね、バラせるように作ってたでしょ、はいはいはい、うん、でバラして全部やって、で今、まあ、シールだけね先に貼っとくので、こう濡らしてる、あ、そうそうそう、水張りってやつ、水の上に一回浮かべて、でそれで位置調整して、こうやって綿棒とかで押さえながら、こう中から水を出す。昔さ、車のスモーク貼ったりとかしなかった、若い時。したあの時もね、霧吹きがかけてたじゃん、かけてた、石鹸水、うんうん、あれと同じこと。あ、なるほど、うん、で今、あ、終わっちゃった白いところね、塗装してないところには全部つや消し拭いて、で色を塗る部分、青い部分と赤い部分のところに今ね、下地の黒を塗ってます。部分塗装っていうだけで、うん、こう簡単に塗ってるっていうわけじゃないんです、ね、簡単っていうの、そうだね、塗るところはやっぱり綺麗にね塗ろうかなと思って、でメタリック系にしようと思ったんで、今回はね黒い色を拭いて、でそのところに今はね、メタリックのピンク、それからミライトワ君は、メタリックのブルーを上から塗ってってます。メタリックカラーになるの？そうそう、うん、楽しみ。 なんか印象変わるじゃん、せっかく部分塗装するのに同じ色塗ったって面白くないでしょ。あ、そうなんですかいや、そういう風にさ、どうせ塗るんだったら塗ったって分かる方がいいかなと思って、あんで今回今のテロップのとこに入ってたけど、使った色全部ね、書いてみた、うんうん、うんうん、その方がまあね、参考にね、うん、参考にね。でこれは今エナメル塗料ってやつで、目のところを筆で塗ってきます。うん、これね、一番最初に塗ったのがね、溶剤系アクリル塗料ってやつで、はい、その上からエナメル塗料ってやつで塗ると、うんうん、このあとね、このエナメル塗料を失敗してもエナメルの溶剤で拭くことで、溶剤系アクリル塗料、一番最初の塗料を溶かさないで消すことができる。難しい、エナメルを。難しい、今度ゆっくり説明しますで今はそのね、さっき塗った黒いところがはみ出たやつとかを、ちっちゃいねスポンジみたいなのをピンセットで掴んで、それに溶剤含ませて、こう拭き取ってる状態だね。洗車の時にやったみたいな。あ、そう、洗車の時の拭き取りみたいな、はい、そんな感じ、そんな感じ。うん、あれもそうだね、エナメル系だったり油彩系だったりだ。汚すばっかりじゃないですか。そう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 、塗料の性質の違いを利用していろいろやっていく。うん。でさっきね、白いところは色塗ってないとこ全部つや消し拭いたんだけど、まあ、そこのとこに目乗っかったからさ、目だけはつやありにしたいじゃん、キラッとしたいじゃん、うん、これでマスキングをして、今度は、色塗ったとこ全部にクリアってね、つやありの塗料を、うん、全部塗っていってる。シルバーのとこもね、うんうん、シルバーメタリックのとこか、うん、で台座はつや消しで仕上げて、台座も、うん、台座も一応塗ったよ、うん、そこだけ塗ってないとかっこ悪いじゃん。わかんない、わかんないかでいや、相方わかんない多いなでクリア塗ったとこね、まあコンパウンドでちょっと、まあ車のボディとかもね、まあね、下地揃えたりすると思うんだけど、うん、そんな感じでクリアのところを、まあキラッとした方がいいなと思って、一応磨いて、それから組み上げ、まあね、一手間かけてやることでさ、さっき白い、どうしたんですかこれ、あ、これまあ見ててくださいよ、これね、ほこりちょっと取ろうかなと思って、あトワくん無事でした、はい、あわやカメラに引っかかって無事でした。うん、そうそう、これ磨いてあげることで、さっきのツヤ消し吹いた白いところと、それとメタリックのところのさ、ツヤの質感の違いが出てくると、こうよりね、情報量が塗ってないとは言っても多くなるので、うん、よりどちらも引き立つかなと思って、一応最後コンパウンドでキュッキュッて磨いて、ツヤをさらに出してから組み上げてますね。メタリックだからキラッとした感じの方がね、いいよね、かっこいい、うん、でもう早送りだからね、バン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 と出来上がってきますが、そろそろ完成するんじゃないかな。本当にね、色ごとに分かれてるから、後ろがどんどんね、部品減ってくのがなんか気持ちいいですね。あ、気持ちいい。それ確かに気持ちいい。あ、できたよ、できたよ。はい。どう？どう？おー、すごい、ね、キラッと。そうそうそう。そう、やっぱりツヤのあるとこ、ツヤのないとこのこの差がね、スッと出た方が、うん。オリジナルのピンクも可愛いですけど。あ、そうだね。うん。うん、まあ、これはこれでちょっと印象変わるけど、うん。うん、全然違う。うん。まあ、本当にね、部分的に塗ってあげるだけでもここまで印象変わるよっていう感じで、うん、そうなんですね、そうそうそう、はい、完成